こんにちは。昨日夜、大仙市の市道でバイクがガードレールに衝突し、運転していた仙北市の男性が死亡しました。現場はこの橋から100メートルほど先なんですが、今立っている場所からはこの先がカーブしていることは分かりません。警察や消防によりますと、昨日午後9時半ごろ、大仙市伊丹内の市道を車で通りかかった男性から、道路にバイクが倒れていて、田んぼに男性のような人がいると通報がありました。この事故で、バイクを運転していた仙北市田沢湖の会社員、草薙哲也さんが胸を強く打つなどし、病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡しました。現場は片側1車線の緩やかな左カーブで、警察は草薙さんがカーブを曲がりきれずガードレールに衝突したとみて詳しい状況を調べています。相続税や贈与税を算定する際の基準となる今年の路線価が発表されました。県内の最高路線価に変動はありません。路線価は家や店などが立ち並ぶ地域で道路に面した土地の1平方メートルあたりの価値を表したもので、相続税などを算定する際の基準になります。こちらが県内に8つある税務署の最高路線価の地点です。前回去年7月の発表と変わった地点はなく、上昇した地点もありません。県内で最も路線価が高いのは秋田市中通り2丁目の秋田駅前通りで、1平方メートルあたり12万5000円でした。去年から変動はありません。一方、横手市安田の国道13号通りは下落が続いていて、今年の路線価は2万9000円でした。下落は14年連続で、去年から 3.3% 下がりました。その他、能代市の柳町通りでは2万円で据え置きとなりました。横ばいとなるのは23年ぶりです。続いて天気予報です。今日日中は雲が広がりやすく、内陸の山沿いではにわか雨の可能性があります。最高気温は仙北市で23度のほかは27度前後で、蒸し暑く感じられそうです。現在、県内全域に乾燥注意報が出ています。週間予報です。金曜日と土曜日は広い範囲で晴れ間があるでしょう。日曜日からは曇りや雨と梅雨空が続きそうです。最高気温は日曜日までは平年より高いでしょう。